この状態からバレないように知ることって大切だなって思います。その瞬間の出会せをなんかもしよければね、そんなに よし、井上聖子です。今日はですね、素晴らしいゲストに、来ていただきました。でちょっと見てほしいんですけど、ずらっとこうね、うちの少年です、ね、なぜ来てもらったか、ね、特別ゲストを紹介します。伝統派の世界チャンピオン、そしてオリンピックの選手、植草愛理先生です。どうぞ。ありがとうございます。今日いろいろこうセミナーいろいろ話と、はい、それからなんか、はい、ちょっといろいろ私も体験したいと思って。ありがとうございます。よろしくお願いします。伝統派の空手知ってるよって人いますか？本当に知らない。全然知らないんだね。オリンピックの偉大さってすごくて、今この空手界だけに来てるとみんな思うんだけど、オリンピックって全競技が一緒になるから、すごいなんかいろんな解析をされるの。情報がいっぱいすぎてパニックになってしまって、で勝たなきゃいけないし、どうしようどうしようってなったら勝ったり負けたりがこう続いてって、まあ、コロナが来てしまって、まあ、オリンピック前にすごく自分自身ナイーブにどん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 落ち込んでしまって、私って中断的っていうか、お腹につく突きがすごい得意で、今までずっとやってきたんだけど、その中断突き も対策されてるから、中段以外の技をうまくできなきゃとか、じゃああれもこれもしないとしないとしないとってなって、結局何が自分の信念とか主軸だったのかが分からなくなってしまって、そのままやっぱりオリンピックに向いてしまったから結果負けてしまったんだなって今思ってます。やっぱり自分自身を信じるってことがすごく大事だし、それは、まあ、今ここに30人ぐらいの人がいて、30人の人がいるから30人の個性やアイデアがあるから、その人それぞれのものを伸ばすことが強さだったんだなっていうふうに自分自身思ってて、でもやっぱり私なんかの中断じゃ勝てないみたいなその気持ちがあってしまったから、やっぱ負けて、特にみんなは当てる競技だから、もっとそう、多分そういうちょっとした自分の心の揺らぎっていうのでバンと当たったら負けちゃうと思うのね。やっぱりそんな気持ちのこういうのがあることによって絶対勝負で私は負けてしまったから、今はそれをなくしたいなって思ってるのと、やっぱり自分のこういう自分自身の競技を信じることとか空手を本気で楽しむってことができてなかったから、最後勝ちきれなかったんだな。勝ちたい勝ちたいっていう煩悩ってやっぱりかな、欲にまみれてしまったから、みんなだったらおもちゃ欲しい、洋服欲しい、何欲しいって、そういうのが欲っていうんだけど、そういう欲に、勝ちたい欲にまみれすぎてしまって、競技の 本質、中身を見ることとか、競技を楽しむこととか、競技に専念するとか、自分の信念だとか、やっぱりその芯がなくなってしまったから、まあ、苦しかったんだろうなと思って、今はそんな風にな自分から脱却して、空手を通して人を幸せにしたいとか、何か与えることをしたいなと思いながら競技をしているので、今は心がすごく穏やかで競技と向き合えていい状況だなって思ってます。今やってもらったら飛び込みに人情を出してる。飛び込むの。OK。けこみ、うちらで言うけこみって言うんだけど、この状態からバレないように、まあ、こう引き足までもっと意識して、引き足けが次の技につながるから、次をうちは
構裏回し、うちらでいう裏回し、みんなでいう掛け蹴りにしたいからバーンって引き足を来たのに対して取って構え、自分の構えに戻る、もう一回バーン、ここまで戻る、もう一回自分の蹴れる姿勢に戻る、それを早く、バーン、つま先で当てないね、つま先で当てたら威力がないから、おー、うまい、あ、お、そこのちっちゃい子たち、やってみ、こっちでやって、やって、あー、やってること違うな。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう貴重な時間を、みんな良かったね。おお、もういろんな意味で心もそうだし、体もそうだし、いろんな技術的にも精神的にもいっぱい勉強になったでしょ。まあ年齢もね、そうですね、皆さんの、ね、近いということもあって、はい、分かりやすくこう伝わったなと私思いましたね。はい、ただ私の言葉でいろいろこう伝えてて、それは、この子供たちにとってはちょっと難解かなっていうところもあるんですよ。はい、保護者の方はいつも、ね、いらっしゃるんで、保護者が分かればいいっていうところもあって、はい、家に帰って保護者の方が咀嚼して子どもたちに伝えてくださいってよく言うんですけども、はい、今日は本当直にこう伝わったと思いますね。本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で中でもね、あゆみちゃん、あゆみちゃんって、あゆみちゃんは上手だねって言われてたのが、今度大学に入ったり、そのオリンピックの強化選手になったりしたらそうは言われなくなった。そうですね。でそれから先も今度何が大事かって言霊と、はい、自分が言ったことはちゃんとそれをちゃんとやらなきゃいけないって、はい、そうなっていくと、うん、ちょっとまあおっしゃるようになったけども、多分よしくって言葉も最高です。ああ、よしくしてますね。はい、よしくの話もそうです。ああ、家で、オリンピック前までは全部優勝、アジア大会優勝しました、世界大会優勝しました、全日本選手権4連覇しました、もう部屋中のトイレの壁、うん、寝室に入る壁、いろんな壁に金ででかく書いて貼って、もう自分の部屋は休まらないっていろんな人に言われて、もう分かった、もうこれなんですよ。で5つの子供たちにそれ言うんですよ。で今他ですよね、過去形ですよね、はい、それも言うよね、自分ができるんじゃなくて、できるのは当たり前なのに、やった、やってきた、過去形ですよね。つまりもうそうなってる、これが大事。それを私がこう言うこととは違った柔らかさで伝えていただいたのは本当にこの子たちは分かる、特進いったと思うんですよ。よかったですよ、本当にありがとうございます。ところでですね、消防官の手合わせをもしよければね、本当に